楽曲解説、アルバムウイスキーからですね、今日は4曲目、Easy Come Easy Go で、アルバムの方はウイスキースタイルってやつで、これジェイソン・コーサローが全部のアルバム全部をミックスしてもらったのがジェイソン・コーサローっていう人で、まあ何回か言ってますけど、動画いっぱいあるんで見てない方もいるんで、重複なんですけども、マドンナのライカバージンとか、一番最初にマドンナがファーストシングル、その時のミックスの人で、僕らはこの人がドラムのゲートリバーブっていう、この時の斬新な手法、今はもう普通ですけども、そういうやり方を普通だからこうドーンタンドーンタンっていうのドドドドってなんかこう普通にかリバーブがこうまっすぐこう普通はこう減衰するんですけども、これをだからピーってきてここからペッってこうやって突然なくなるガウドウドウドウってなるっていう。妙に迫力あるぞ、みたいな。ゲートリバーブを思いっきりフィーチャーしたので、パワーステーションというアルバムがあるんですよ。そのアルバムのドラムの音が好きで、ジェイソン・コーサローのドラムとかって。リスキーの時の、エンジニアの選択は、おそらく、エンジニアの野村さんだったような気がしますね、なんか。シングルバージョン、野村さんがミックスした方と、両方今聞き比べてみたんですけども、僕ちょうどその、なんか、シングル用に野村さんがもう一回ミックスしてくれって松本さんが頼んだのを、のところに居合わせたんで覚えてるんですけども、ワールドワイドの、マーケットだとこれでいいけども、まあ日本の場合はもうちょっとなんか、日本っぽい感じでっていう風な意味で、まあだから一応だからこう、日本のシングルらしくみたいな、なんだっけ、まあ、細かい言葉のニュアンスはわかんないですけど、趣旨としてはそんな感じです。リスキーのこのサウンドを踏まえてやってくれ、みたいな感じ。で、今ちょうど聞き比べてみたんですけども、ベースの大きさが全然違いますね。ジェイソンのやつ、めちゃくちゃベース小さいんだよね。で、これはもう、しょうがないというかね、ここまでだからドラムのキック、ベードラ、バスドラ、大太鼓。あれをだからフィーチャーすると、あちらを立てればこちらを立てずみたいな感じ。周波数帯域とかちょっと分けたりはするんですけども、まあそれでもだから、まあ小さくした方が、キックの全体のだから EQ、イコライザーの感じ、雰囲気とかはすごい出るんで。だからそういうのでまあ、勢いベースはすごく小さくならざるを得ない。それとまあ、そのボーカルとギターのユニットだと、だからバンドではないっていう部分なんで、まあその辺もだからなんか、まあ海外といってもね、セブンスブルースの時と二人しか体験したことないんですけども、割とそういう風なところ、二人とも最初に誰がプロデューサーだっていうことを最初に聞きますね。で、プロデューサーの言うことしか基本聞かないですね。みんなの意見をなんか取りまとめて合意してなんか落としどころ作るみたいな考え方じゃなくて、とりあえずもうプロデューサーの言う通り作るっていうめちゃくちゃそういうまあアメリカ人らしいというか白人らしい考え方だなぁと、その人の輪とかなんかそういう感じとかじゃない感じ、命令系統な感じ、そういう決定権誰だみたいな、そういうような感じだったりしますね。あとシンセ関係がもうリスキーのアルバムの方はもうほとんど出てないんですけども、それが割とタンカンカンガーンとか、あれ確かお琴の音かなんかなんですけどもね、音とかが割とちゃんと出てたりとかするし、あとなんかギターとかもなんか2本入ってるのがっていうか、まあアコギ入れると3本入ってるんですけども、それとかがメリハリがものすごいんですよね。やっぱジェイソンの方はこれが一番かっこいいなとかと思うと、それを出してそれ以外のものはなんかとりあえず出さないわけにもいかないから、ちょっと出してるけども、あんま全然聞こえないぞ、みたいな。そんな感じ。なんで、アコギとかもね、落ちサビのところぐらいしか聞こえないんですけどね。でも、野村さんのやつは一応ずっとこう、入ってるぞってことが分かったりとかするし。一番びっくりしたのは、君はまた一人きりのとこ、あそこで、プラスがじゃーん、ちっちゃっちゃーん、ちっちゃっちゃちゃちゃって入ってるんですけども、ジェイソンの聞いた時、ここにプラス入れたって忘れてて、シングル聞いたら、あ、そういえばここブラス入れたなぁ、みたいな。ジャンカンカンカンとかはね、めちゃ小さくて聞こえるようになったらすげえ、それはね、なかなか根に持ってるんですけども、そんな感じですね。なんか全然違う感じですね。なんかその辺も、なんか聞き比べると面白いかなと思います。あと、シーケンスが入ってるのは、チャカチャカチャカチャ。あれね、細かく言うと、タトト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 ってのが、こう、タトト、カタト、タテ、カってのが、2音の和音かな。で、あと単音、単音っていうので、で、まあ、これの、16音符で3つずつのフレーズ。タカト、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 タンタンってやつ。僕、ものすごくよくやるんですけども。僕、よくシーケンス、タカト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 、って。普通はタカト、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 タンタン、タカト、タカト、タカト、って。1小節ずつ解決するんですけど、僕、ずっと解決しないっていう。
パターンも結構好きだったりしますけどね。まあそういう風なのやってるやつも結構いっぱいあります。と、このシングルのあの、ジャケット、この昔懐かしい、なんか小さい CD のやつ。なんかこう縦に長い、なんかあの、TikTok の画面みたいな。今見ると TikTok の画面みたいだな。それのなんかジャケットなんですけども、これの時に、あの、松本さんがすごいこれ、あの、不機嫌そうな顔してるんですけども、これね、なんかニューヨークの撮影の前にね、突然髪の毛を切られて、ものすごい機嫌が悪いから、全部写真は機嫌悪いんだって松本さん言ったのね、この顔を見て思い出しましたね、なんか。はい、そんな感じで、イージーカムイージーゴーでした。ありがとうございます。